どうも、サッカー小僧の沼田木です。よろしくお願いします。今日は J2 残留争いの大展望ということで、残り5試合となった J2 昇格争いでは磐田と京都が圧倒的に優位な展開となっていますが、まず昇格争いの順位はこのようになっています。3位の長崎は残り5試合全勝で勝ち点83、4位の甲府は全勝で勝ち点82ということで、首位磐田は残り5試合で勝ち点4を詰めれば2年ぶりとなる J1 昇格が決まります。2位京都は2勝を挙げ勝ち点6を積むことで12年ぶりの J1 昇格が決まる状況にあります。ただこれは長崎と甲府の全勝が大前提となるので、やはり磐田と京都の昇格が濃厚となってきています。そして優勝争いの方は、まずは次節の直接対決が大きな鍵を握るのは間違いないですが、残る4試合を見ると磐田は長崎との試合を残し、京都は37節終了時点で8試合負けなしと好調な岡山と第40節で対戦し、41節でも8試合負けなしと好調な千葉と対戦で、まだ先の試合ですが現時点で好調なチームとの試合が控えています。そして両チームとも対戦を残している秋田が不気味で、磐田は前半戦後半50分の同点ゴールでなんとか引き分けに持ち込み、京都は0対1の敗戦で秋田の J2 ホーム初勝利を献上するなど、両チーム前半戦勝ててないので秋田の土俵に立ってしまうと難しい試合になると思われます。ただこの2試合はどちらも秋田のホームゲームということで、残る試合はお互いにホームでの戦いとなるので、そこら辺も含めてこちらの優勝争いにも目が離せません。ではここから残留争いについて話していきたいと思うんですけど、第37節を終えての順位はこのようになっています。最下位と苦しんでいる松本山雅ですが、残り5試合のうち3試合が上位との対決、2試合は残留争い直接対決となっています。残留圏である18位群馬との勝ち点差は6と厳しい状況ですが、降格に関わってくる J3 の上位2チームに宮崎と福島が入り込むと、 J2 の19位20位は残留できるということを考えると、諦めるには早すぎるかなと思いますね。松本は勝ち点31のうちホームで5勝5分け8敗の勝ち点20奪っていることを考えると、ホームでの3試合で最低2勝はしたいところです。その中でも山口には勝利が絶対です。現在19位の相模原との試合にも勝利が必要なので、松本としては最低3勝を挙げて勝ち点40まで伸ばしたいところなんじゃないかなと思います。20位の愛媛ですが、勝ち点33のうちアウェーで6勝5分け7敗の勝ち点22を稼いでいます。愛媛も松本と同様に相模原戦での勝利は最低条件で、今季1勝しかできてないホームでなんとか勝ち点を拾うのが J2 残留への道かなと思います。そして19位相模原と18位の群馬ですが、次節の直接対決が今後の展開を大きく左右すると思われ、相模原が勝利すると14位の栃木まで分からなくなりますが、群馬としても残り相手を考えると次節勝たないとかなり厳しくなるため、全力で勝ち点3を取る必要があります。一番分からないのが15位レノファ山口で勝ち点38で一歩リードしてるんですけど、5試合中4試合が直接対決ということで負けない試合運びが重要となりますが、受け身に回ってしまうと押し込まれる展開も出てくるので、そこら辺の難しい試合展開になるかなと思います。そして降格圏に沈む3チームに敗れるとなれば順位の入れ替わりもあると思うので、残り5試合の残留争いの鍵を握るのは意外にも山口なのかなと感じます。ということでここまで昇格争い、
優勝争い、そして残留争いの方のお話をしてきましたけど、昇格争いの方はほぼ勝負がついているかなという感じですけど、残り相手を考えると長崎も甲府も諦めるにはまだ早いかなと感じますし、そういう意味でも次節の天王山の結果が意外と重要になってくるんじゃないかなと思います。そして残留争いの方は、J3 の結果が関わってくるということで、最終節まで必ずもつれる展開となると思うので、残り5試合熱く戦う選手たちを、サポーターの皆さん、感染ルールを守りながらしっかり応援しましょう。ということで今回の動画は以上となります。良かったと思っていただいた方、高評価の方よろしくお願いします。そして初めて覗きに来たよって方や、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして毎度のことながら、 J リーグサポーター同士でサッカー小僧の気まぐれチャンネルの方拡散よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。サッカー小僧の沼大輝でした。